はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆとまるです。本日も元気よくマリオカートを実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はですね、もう6月13日月曜日、あ、誕生日の方おめでとうございます。本日がね、誕生日だよっていう方はぜひとも高評価ボタンを押していってください。僕が全力でお祝いいたします。Twitter の DM まで行きます。よろしくお願いします。そんなことでですね、昨日ちょっと動画を出しておりません。大変申し訳ございません。ですね、言い訳させてください。ここで全力の言い訳をさせてください。昨日ですね、超高レート帯、3万レート、4万レートがですね、2、3人いるようなレート帯で、他は、全部1万レートを超えるような、僕だけがですね、1万レートを超えてないようなレート帯の部屋に入れて、これはチャンスだった。ここでバチコリ勝利を決めていって、バチコリ動画にしてやろうと4時間ほど挑みました。まあ、部屋移り変わりあったんですが、高レート帯ということは変わりなく4時間ほどずっと動画を撮ってました。その前日もですね、夜中に寝れなくなり、深夜ずっとですねマリオカートを5時間ほどやるという奇妙な生活をしていたせいで、前日から手がおかしかったんですよ。この A ボタンを押してる親指、こちらの方がもう破壊寸前、マジで限界だよと伝えかけているような状態でございました。そうです、昨日ですね4時間ぐらいに及ぶ撮影を試みたところ、ちょっとガバだけちょっと修正させてください。すいません。はい、 OK、 大丈夫。そういう撮影にですね臨んだところですね、もちろん高レート帯ということで1位を取ることはなく、2位3着は何度かありました。そこででも1位を取れてないということにね、僕はちょっと気に入らなくなり、どうしても頑張って1位を取りたいんだと。あ、これある、これある、ちょっと待て、いいいい、ナイスタイミングサンダー。でもちょっと話も終わってないし、さあ第2レース目はベビープロークの 200cc でございます。ちょっと何やってるかわからないようなステージになってきます。そしてですね、ずっと連日、まあ2日合計で10時間以上マリオカートをやっていたところ、親指の感覚がなくなり、なくなった後もやり続けたところ激痛に変わりですね、親指の関節痛の激痛みたいな感じが来てしまい、とてもですね撮影を続行できるような状態じゃなかったと。そういったことで昨日は長い長い撮影時間を経てもいい動画が撮れなかったということで、なんでそこでスタートるん、なんでそこで当たってくるん、いい動画が撮れなかったということで、もうこのままお休みしちゃおうと、お休みさせていただくような結果になりました。すいません。どうしてもね、まあまあ僕の今の実力じゃ多分どう頑張ってもですね、まあ1万5000レート以下の方としか渡り合えないのかなという印象でございました。サンダー回避、サンダー回避って、熱い、熱すぎる、10位ということで第3レース目でございます。本日はちょっとねもう動画出さないとやばいということで、ちょっとどんな結果でも動画出していこうと思ってるんですけど、正直泣きそうです。今ちょっとねもうちょっといい結果残したい。ちょっとねレート帯でいくと、もうマジでこうガバが、レート帯でいくとですよ、もうほとんど上の方ばっかり、1万レートを超えた方ばっかりになってきてます。なんでだろうと、ちょっとマジで、うわもうアイテムも取らせてもらえない、なぜそこで緑当たる、いやーもうマジでね、ちょっと2日連続こんなんマジ心折れるわって感じ。ダブルいけたな、まあ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 、ほんとってよー、あぶあぶね、マジで、いやーキノコじゃないか、絶対当たる、あの緑は絶対当たる、
邪魔な炭やな。ちょっとマジでダメだ、これニスクいけねえわ。ダブル俺、ダブル俺、これ俺来るな、赤子。これ1個残しで、1個残し、はぁー、キノコ来た。う、邪魔なバナナ全部来た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 。ちょっと防御がすぐにでも欲しい。防御がすぐにでも、ちょっと遅いわ。ちょっとこれスピードじゃニスクは絶対いけないから、安牌でいって、もうコインも使って、絶対ここダブルで、いや全然キノコ取ればある、キノコ取ればある。ここでいい、ここでいい、ここでいい。はい、おまけの第一レース。ちょっとね、マジで動画でこんなこと言いたくないんですけど、心折れてます。ちょっと心折れてきてます。全然ね、動画内でいい走りができない。ちょっとマジで、まあ、めちゃくちゃ急激にレート上げてるからっていうのもあると思うんですけど、全然ついていけなくなっていくんですよね。やっぱ1日300レートから上げてたら、まあ、3日で言ったら1000レートぐらい上がることになるんで、すぐにね、よくてもすぐ落ちちゃう。敵が強くなっていってすぐ落ちちゃうみたいな。で、練習する時間がだん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 減っていくんですよ。そのマリオカートやる時間としては増えてるんですよ。もちろんめちゃくちゃ増えるんですけど、練習できるレートをもらわないと、1日ね、やっぱ300は絶対もらわないといけなくて、やっぱり毎日毎日300もらえるわけじゃないから、それで300が350になって、ちょっと余裕作ろうって感じで、一応今350毎日持ってるような感じ。きついね。うん、もう分かってたけど、めちゃくちゃ分かってたんだよ、きついってのは。これほどとは。かつ YouTube への焦りもだいぶあります。どうしたらいいこうして、結構いろいろ試しながら、もうほんといろいろ試しながらやらせてもらってるんですよ。ちょっとずつ何かを変えながら、これでダメかなとか、いやそういうのは楽しい、すごい楽しい時間だけど、いやほんまに1日の時間がたら、もっとマリオカートして、俺の親指、そう親指のなんか買わなあかんね。もうちょいサポートできるようなもんというかさ。いやキンキノには勝てんけど2、え1やん、え1やん、え負けの第2レースでございます。先ほどまでの発言は全て撤回させていただきます。私ならやれる。さっきの1位ですね。もう全てが変わりました。全てが変わりました。もう1万9000レートを打ち破っての1位、誰しもが2位だと思ったでしょう。今のは誰もが2位だと思った。そこで1位を取ってた私は、ですね、もう全然いい、もうなんかもう全然、もう今ので全てですね、この3日ほどの悩みが全て消え去りました。ありがとうございます。ようやく1位を取ったか、ゆとまるということで、ちょっと上機嫌にですね、このおまけのレースだけやっていきたい。まあ、ここはね、僕が得意とする、超得意とするステージ、レインボーロード関係は任せてくれと。ここはわざと大回りで、これもう割れるの待ってました、あいつが。で、僕もやられていきます。いや全然いい、もう全然やられてくれ。ちょっと引かれてもいい、落ちてもいい、全然いい。11位、それは話が変わってくる。これは使いどこ、使いどこだ、使いどこだ。もう使う、もう使うわ。うまく爆発してて、ここ人の塊いて、せめてここ OK、 ナイス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 、切れ時もナイス。読めてる読めてる読めてるよ、いい
や、これあるぞ。ここうまいわ、お前。お前には勝て。お前が勝ちや。それで、俺は全然もうそれで。全然それで。本日もですね、ご視聴ありがとうございました。先ほど1位を取れたということで、上機嫌で今日のマリオカートは終わっていきたいと思います。そんな感じでね、明日からもぜひぜひ見ていただければと。ちょっとまあ落ち目の時もありますけど、応援していただければと思います。よろしくお願いします。では、お疲れ様さ。